どうですかもう未練はないですかボクシングにそうですね全くなくて,全くなくてもはい。今夜のゲストは東京2020オリンピックボクシング女子フェザー級金メダリストの入江瀬奈私は引きエルのすべてを理解できる人間でありたくて<ー>、はい、結構大きいこと言ってますよこれ実はすごいこと言い出したわ今 <laughs> 金メダリスト誕生の裏話から入江さんのオスカエル話まで閲覧注意です ブックスタンド TV 今夜もお届けしたいと思います。でかみちゃんよろしくお願いします。よろしくお願いします。いやでかみちゃんついにこの番組すごいです今日は金メダリストオリンピック出たオリンピアンの方はねあの先日も来ていただいたりしましたけど最近ちょっとスポーツ続いてますけどこの番組もまあちょっと紹介しますか。はい東京オリンピックボクシング女子フェザー級金メダリストの入瀬なさんですねよろしくお願いします。こんにちはよろしくお願いします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 。 ゲストの入江瀬奈は鳥取県米子市出身で日本女子ボクサー初のオリリンピック金メダリスト大学卒業を機に引退し新たな挑戦をするそうです。 でも入江さん、その、T シャツは、これ何ですか、それは。ちょっともう、まず気になりますよね。ううこれは、おたまじゃくしテシャツって言って、はい、日本のおたまじゃくしがいっぱい書いてあって。一般販売もしておりますので。<laughs> <う>お願いします。じゃ、ちょっとね、うん、あの、いろいろ気になるんですけど、はい、先に、じゃ。ボクシングのね。入江さん、本人の話なんですよね。いや、入江さん。先に聞きますか。うん 井地さんはなんでボクシングを始められたのかちょっとさらはいあのボクシング漫画がありまして小山優さんが描いた頑張り元気っていう漫画を見てはいそれでここに置いてあったんですね名作ですよ名作ねはい小山優さんといえば安住とかね書かれたそそうですはいこれでも男性の少年コミック誌に連載したと思うんですけどなぜ井地さんがどうタイミングで手を取ったんだろう 母がが小山優先生の作品が大好きで、はい、そのさっき言った「あずみ」とか、はい、いろんなある中で頑張る元気も置いてあって、うん、暇つぶしに読んだらドハマりしちゃ、ね、うドハマリして。で自分もやろうって、はあはあ、やりたいって言って。日本代表になって,いくぞっていうのってどういうあたりからはいあの小中学生の大会で日本一とかになってからは、はあ、結構 これ頑張ればいけるんじゃないかっていうのがちょっとずつ芽生えていたという感じですはい。その夜名子のボクシングジムというかそこは結構有名な場所だったんですか、はい、途中まではお世辞にもう強いって言えないジムだったんですけど 会長が本気出してからは結構成績が爆上がりし始めてました<長>はい、それは入江さんがいたからっていうのがあるんじゃないですかね,ねでもちょうどはい私の世代から大会の成績とかも上がるようになったりして活気づいてると思いますはい、いめちゃめちゃ貢献している<う>地元にとっても <laughs> もともと運動神経良かったんですと。うん、いや右の音痴ですね<っ>今も現在進行形で、えー、はいあのー 逆上がりできないですし<え>日体大の実技の授業で大体残りしてますし金メダリストで逆上がりできない人ができないんですよちょっとよくわからないんですよね、えー、あの感覚はい YouTube で入江選手時代のはい、はい。 動画見たんですよ。ものすごい素早い動きしましたよ。だから運動神経いいんだと思ったんですよ。もともと何かやってて足もたりよりも速くてみたいな中でボクシング出会ったのかと思ってスポーツエリートだと思ってましたよ。ずっと本当に。まあ足は他の人より速いことが多かったんですけど、なんか複雑な動きが苦手なんですよ。通り通いたりとかリフティングとかなんか神経系がどうしても苦手だったんですけど、まあ14年間やってたらなんとか様になったかなっていう感じです。はい。 そんなボクシングの申し子イリエさんですが、二千二十二年二十二歳の若さで突然の引退宣言。その真相とは。もうねそんなイリエ選手というか選手だったんですよね。はい、選手でした。去年の十一月二十七日に、はい、まあこれ全日本選手権の決勝をですね二連覇達成したと引退と。はい、いやすごい最強のままさっていく。そう。どうですかもう未練はないですかボクシングに。 そうですね。全くなくて、全くなくておたまじゃしを、はい、アサリスッパリ辞めれました。なんでそのタイミングで、はい、もう引退を決めたんですか。今年大学卒業なんですけど、ここで辞めないと永遠にボクシング続けてるなっていうのと、やっぱ帰る研究したかったので、もう総合的に見てここがバランス良かったのタイミングで、ここしかないなっていうところで、はい。 全世紀での引退を決めた入江選手だけどここからは引退後の道を聞いちゃうよ。情報によりますと4月から東京農工大学の博士課程に進むと。いやーすごいどこから興味が湧いて。でも研究としてなんかカエルに興味を持ったのはオリンピック後からです。<あ>うん、それまではペットとしてカエルが大好きだったんですけど。 カエルはいつ頃から飼ってたんですか？高校生からはい飼い始めてて、その時から可愛さには気づいてたんですけど、はい実家ではジャイコと名付けた角ガエルを飼っていると、その通りですはいジャイコちゃんがいますジャ何がそんなにカエルをカエに引きつけられるんでしょうか？やっぱカエルって季節で結構ね、オタマジャクシからあのカエルの赤ちゃんみたいな時からもう大人のカエルっていういろんななんでしょう。 様子が見られるので、うんうん、結構オールシーズン楽しみ。なんですよねはい。はい。東京農工大学の博士課程、これどんな試験があるんですか、はい、これは。えっと、まず英語の試験がありまして、toeic を提出しないといけなくて。<ー>はい、toeic の提出と。うん、あと、森林保護学っていう専門科目がありまして、<ー>それを受けて。難しかったでしょでも。 そうですね意外と勉強することカエルのことじゃなくて全然動物だったらシカとか月のワグマとかの勉強を結構したのでちょっと予想外だったんですけどこれも全部カエルのためになるんだっていう思いで頑張ってるんだ今何かしら準備というか勉強されてるんですか えっとそうですねちょっと2月からヒキガエルの繁殖シーズンが始まりますのでそこで調査させていただけないかというお電話をめちゃくちゃしてます、えー、はいえそれはどこに電話するんですか、うん、えー、っとヒキガエルの生息地とか例えば都立公園とか<ー>はそうあと山の方とかにいっぱい電話かけてびっくりそう金メダリストが電話かけてカエルを見せてるんですよねみたいたなありがい 具体的には、カエルの何を研究していくんですか。うんはい、ええー、うん、今計画してるのは、あの都市環境に住むヒキガエルと。山の方に住むヒキガエルで、生態がどう異なってくるのかっていうところに着目して。うんうん、はい、今準備を進めてます。うん、はい。そのカエルを研究している先人たちって言うんですか。あ、もう私の研究室の先生がまさにそうで。はい はい SNS では日本の蛙界のエースっていうふうに言われてます <laughs> カエ蛙界のエース,エのエース私の先生はいいるんですよその人に弟子入りしてるわけですね弟子入りしてはいでもその人に教わりたかったからっていうのもあるんですかやっぱあそうですね<あ>やっぱその先生のもとで研究したかったので、はい、農耕大にいや奥深いですね本当に奥深,奥深いですし先生もやっと、うん、はい 受け渡せる人が出てきたなみたいな、次の世代がね。でかみちゃん、最近、カエル、どっかで見ました。私は、あの、本当に苦い思い出なんですけど。大雨降ってた時に。暗くて。で、あの、手袋落ちてて。で、あの、探してるかもって思ったんで、その手袋、をその道の横に置いといてあげようと思って。近づいてったら、めっちゃでかいカエルで。 <laughs> その丸まってるのがなんか手袋をひっくり返した状態に見えたうなんか。 そのなんか色の感じとかも含めてっていうのが一番最後のカエルとの思い出。これ伊勢さんだったらもう嬉しくてしょうがない大好物がね、はい。大好物かも。私の押しガエルの引きガエルだと思うので、はい大きかったです。はいいや私だったらもうねもうめっちゃ飛び跳ねて喜んでるんですけど。なるほど。もうものすごい普段足遅いのにものすごい速さで出てました。<laughs> いやでもカエル種類って何個ぐらいあるんですかねこれ。 えーと日本だったら48ぐらいあるんじゃないですかスパッとさすが世界だったら7600ぐらいいると思いますい確かはいへあでもあそこにもう図鑑があるぐらいですからね,ねこのあと入江さんが愛してやまない推しガエルを紹介してくれます小松隆さんっていうこの番組史上最も僕は本当奇才だと思うんですよ 昆虫学者出てもらっ,たとちょっと同じ匂い,いを感じます<ー>ここからは東京2020オリンピック金メダリストの入江さんが溺愛するオシガエルを紹介してもらいますあこれが私の。 あ、おしガエル。おしガエル。はい、この安馬引きガエルちゃんが私の大好きなガエルちゃんです。可愛いですけどね、見てると。どこが押せるポイントなんですか。出てきた。これだ。モニターに。え、まずあのつぶらな瞳。はいはい。とそうですあのあの可愛いお尻と。お尻。え、他のカエルとどう違うんですか。こっちの方が多分プリッとしたお尻ですよね。ヒキガエルちゃんの方が。やっぱ体も。 大きいですので。はい。確かにこう見比べると、青ガエルってすげえお尻スリム。そうなんですよね。屈曲そうなんですよ。ナナオさんみたいな。そうそうそう。本当にガエルは。スレンダーだと。ね。碧ガエルはちょっとその海外のねモデルさんみたいな。はい。 グラマラスだね。うん、そうですね。緑のカエルとかは結構ジャンプとかが得意なんですけど、可愛い,い。はい。さっき見せたヒキガエルとかはジャンプが苦手で、<ー>のそのさ歩くカエルなんですね。うんうん、はい。そののそのさ歩く姿もすごくキューティーですね。えー、はい。ボクシングよりも熱がこもった語り口で、ね、<laughs> 明らかにボクシングよりもね。いや可愛い,いですね。可愛い,い。こんなにもカエルを愛するイリエさんですが。 アオガエルにも特別な思い出があるそうです。この子が私が初めて飼ったカエルの種類ですね、シュレーゲルアオガエルが、はい、高校生の時ぶつかって一目惚れして、はい、飼いました。はい、ぶつかったんですよね。ななごでぶつかるのか。おいおいおい。え、カエルを飼育するってどういうなんだろう手順というか、まあなんかその辺のカエル捕まえてくるのか、やっぱそのちゃんと爬虫類ショップみたいなところで買うのか。 まあ今カエルの個体数も減ってますのではい、はい、あんまり野生で捕まえるというよりかはあのペットショップから手に入れた方が優しいのかなという感じはしますけどちょっとまだ本当に僕無知で聞くんですがカエルの愛なんか感情表現ってあるんですか怒ってるとか<ー>えお腹が減ったとか。で あの飼育されてるカエルとか見るとやっぱ野生のより明らかに目が優しいっていうか、うん、もうなんか平和ボケしてるなっていうのを感じるのでんかやっぱなんだ人になれるとか<ー>そういうのあるんじゃないかなと思いますね。表情すすらもく、ねうんね、とかかはあるんですかやっぱ飼ってて えー、私の飼ってるジャイ子はいつまでたっても私に慣れてくれないですけどでもあの他の SNS とか見てると、うん、人が通るとすごい反応するとかは見れるので<ー>本当カエルによってなのなんと人によるのか,なんか人見知りみたいなのが人間にもあるように、はいうん、ジャイ子はもしかしたらちょっと、ね、内気な 性格なのか。ジャイコふてぶてしいんですよね。本当に本当にでもそこがまたああそうねふてぶてしいねジャイコってつけたのではいなるほどそしてイリエさんのねお気に入りカエル写真もちょっと持ってきていただいたのでああこれ結構インパクトあるなこれは来てるなこれすごいこの後とイリエさん自ら撮影したお気に入りカエル写真を紹介私が出会った中で一番貫禄があったんですよ。 東京オリンピック金メダリストのイリエさんが自ら撮影したお気に入りのカエル写真を紹介そしてイリエさんのね<あ>お気に入りカエル写真もちょっとっ持ってきていただいたので<ー>あわ、これ結構インパクトあるなこれは来てるな <laughs> これすごいこれは何がいあこれ同じ引きエルですね多分これ女の子だと思いますね女の子の引き返りで、うん、何を持って女の子と えと腕が結構細いのとこの口の形が結構垂直な感じがするので多分女のオスだとオスだとこうなんかそう腕あの腕が結構たくましくなったりとか口がちょっと鋭い感じになってるっていうのを図鑑で見たことがある次はこちらのキュートなカエルちゃん。 これは鳥取県で見つけた日本アマガエルですね。はい、これだけなんかこう、取り方が違う感じが。<laughs> あの、いい感じにカメラ目線で向いてくれたので、うん、はい、パシャリと行かせていただきましす。あいいなやっぱ緑のカエルお好きっていう方が多くて。はい、私はヒキガエルのせを広めようと必死なんですけど。はい。 ああ、いいですね。これ貫禄、一応、私がったから一番貫禄があったんですよ。力士みたい。すごいな、ふてぶてしいな。この変えるか。で、あの、目の横ぷっくりしてるじゃないですか。あそこから毒が出るんですよね。ヘビとかにこう噛まれた時。自分の体を守るために。いや、その。奥深い。はい、可愛いですね、本当に。 スタッフからの,あの紙によりますと<お>カエルには防御行動というのがあるそう,そうな、ね、カエルのディフェンスの技術があるということですかです、ね、はいやっぱカエルも捕食者に食べられないように必死ですので、はいうん、いろんな防御行動を見せてくれるんですけどカエル全体でで今31種類防御行動が見つかってるんですね<え>あのちっちゃい体で31個も防御行動を取れるってやっぱすごい生き物だなっていうふうに調べながら思いました。えー、えどういうい行動なんですか、うん、例えば知りたい 例えば、簡単なもので言ったら、まあ逃げるとか、あと、なんだろうな、噛みつくとかもありますし、珍しいものだった。ら頭突きしてるカエルもいましたし、あと、なんか、こうやって、目を隠すカエルもいたんですね。それ、がまた、可愛いんです。可愛い、そんな漫画みたいなこと、なんか、ディズニーみたいですね。こうやってるんですよ、こうやって、それ、何の意味があるのって、思っちゃうんですけど。防御、なんか、逃避行動なんじゃないですか。他に目の前の敵から、見て。見ないようにしてるだけじゃないかと思います。受け継がれてきたみたいなんですね。はい。 カエルがなんか臭い汁を出すとかそういうのはないんですかね？ああります。それも捕獲はい臭い汁を出すカエルもいますし、あのさっきのヒキガエルみたいに毒をプシャと出すカエルもいます。毒あ毒ガエルってい犬のか？あそうですね。ヤドクガエルとか、例えば猛毒吹きやガエルとかはなん何ミリグラムの毒で大人を人間の大人10人殺せるみたいな。えすごい。あるんでちょっと研究するとき怖いですね。怖いですね。飛ばされたら死にますね。そうはいっかり。 それ日本にはいないですよね。日本にはいないですね。はい。そうですね。ひきがえるですかね。でもカエルには大体毒あるので、微弱でも。やっぱ触った後は手洗いとかした方がいいですか。カエルの動きをボクシングに取り入れようとしたことない。とか昔カエルパンチみたいなことやってる人たちいましたけど。あの、和島小一さんの、応援の、 あれはカウンターもらったらもう終わりなので <laughs> 私は勇気が出なかったですあれやっちゃいけいやつですけども、はいはい、結構多分期待されてたと思うんですけどカエルパンチ負けたくなかったのでやめました <laughs> それとこれとは別です <laughs>、はい、そうそうそう <laughs> もう飽きませんかそんなカエルのことばっかずっと考えて勉強でやってるわけでしょ、ね、好きなことを知り尽くせないのでいっぱい調べても<ー>飽きないです、ね、なんで飽きないんですかね 他にもっとたくさんありますよ生き物って本当に楽しそうにずっと図鑑眺められてるんで <laughs> 本当そうですよいやー尽きないですよね本当に <laughs> 私も不思議なんですよねおい,おい,いつか飽きるのかなと思ってたんですけど、ね、ここまで来ちゃった、うん、研究でこう目指しているものとか、うん、まあゴールとかこうカエルにとってこうなりたいこうでありたいみたいなのとかあるんですかそううですねなんかこう、まあ、アバウトなな感感じじとというか抽象的な感じだと 私は引き返るのすべてを理解できる人間でありたくてはい、結構大きいこと言ってますしたよすごいこと言い出したなんかちょっとメンヘラ女性みたいに感じるかもしれないんですけど私は引き返るのすべてを知ってたいですねもう片思いでいいので力の見返り引き返るから入江さんなくていい一直線でいいので私からはい、引き返るに寄り添える人間研究者になりたいですね入江さん的に今引き返るの何パーセントぐらいご存知だと いやまだ1%にも満たないと思うー、えー、何もまだ全然引き換えるの何も分かってないと思いますので、はい、はいこれから100にななるまでつ詰めてていけたらなと思っており何から身近な生き物ですけど、はい、意外と確かに言われてみたら、はい、カエルの何をしてるんだって言われたら。確かにね 何も知らないですねカエルなんてあの長寿ギガって昔の日本のよっても古いヘリー長して相撲とか撮ってるんですよあ, <laughs>、はい、あの頃からカエルってやっぱりね人間とて親しまれる存在だったんだけど案外帰り見てこなかったねそうなんですよねはい。でもやりかねませんよこれ入江さんなら そう,そうですね <laughs>、うん、楽しみんんどうしょ次会った時魚くんさんみたいにもうご自身が買えるちょちょっとなんかその感じありませんか <laughs> <laughs> 魚くんさん的なものをそう感じるんで、ね、買るチャンサになるかもしれない、ね、この後イリエさんのおすすめ本夢をつかむために必要な努力とは デカミちゃんこれブックスタン TV 本の番組ということでそうですカエル番組ではございませんカエル番組ではありませんフロッグ TV ではないということではい。ということでですね今日おすすめの本をあの入江さんからお持ちいただいておりますのでご紹介をお願いできますかはいあの私は漫画なんですけどもこのブルーピリオドで美術の漫画が好きですねおすすめしたい一冊ですヤンキーなのに成績優秀夜渡り上手な主人公が ひょんなことから、絵を描く喜びに目覚め。東京芸術大学入学を目指す。スポコン受験漫画。どういう物語なんですか。はい、この少年が、うん、はい、高校から美術をやりたいと思い始めて。あの東京芸大に合格を目指して頑張っていくっていう感じですね。確かにねはい。 この漫画もまあある種のスポコン受験漫画ではありますよね確かに本当に、はい、ひたむきに合格目指して頑張っていくっていうう最高峰ですもんねも、はい、本当のブルーピーウォードもこの頑張れ元気と同じく、うん、まあ完全に努力してですね、はい、まあいわゆる成功を目指していく物語だと思うんですけどまあ入江さん自身がねそれをやり遂げていると思、はい、何かこの努力して成功する秘訣のようなものは、うん、私から言えるのは毎日ままず最低限 できることをまず続けていくこと。続けること。はい、やっぱなんだろう例えば腕立て500回する。毎日500回するのは厳しいじゃないですか。うんうん、だから疲れてる日は50回でもいいから継続するっていうところと、はい。あとはまあそうですね。しっかり考えて努力するっていうのがあの成功する秘訣なのかなと思います。ただ闇雲みみに努力するんじゃなくてね。ねね心が折れそうになったりはしないんですか。そうだよ。うんえー、心が折れそう。今まででもう牧師牧師もやだとか。ね、はい。 なかったのかな。ってまあ、負けた時は悔しいってなりましたけど、じゃあ次勝つために何をしないといけないかっていうのになったので。なんか、なんか、なんか、なんて言うんでしょう、自暴自棄っていうのはなかった。投げ出したいみたいなことはなかった。投げ出したいっていうのはなかったですね。あとはなんだ、これ。スタッフの仕様によりますと。はい。入さんはマッチョになりたいと。そうなんです。今後。 マッチョなカエル研究者になりたいいや多分もう日本のバラエティがほっとかないとそんな人ムキムキのカエル研究者あとカエルの研究で間違く捨て頃最強だと思いますイリエさんは本当になんでマッチョになっていきたいんですかえなんなんででしょうかっこよくないですかかっこいいですよね 今携帯あったら私の憧れの人見せたいんですけど<う>ちょっとないんでもう本当マッチョになりたいその分野どういう分野の方なんですかそのボディービルダー的な方ですか、うん、いやその人はゴーレムさんって言って名前がすごいゴーレムもう絶対マッチョだ名よ名前がもうマッチョだよ会会に出るとかじゃなくてただでかくなりたいっていう方で純粋に筋肉を鍛えている私はゴーレムさんになりたいんですね<ー>はい でもそのためまだトレーニングは続けてるわけですかじゃあ,あボクシングはもうやめてるんですけどもうほんと筋肉を大きくするためのトレーニングを、はい、さっきもしてきましたそういうこと立をそうす、ねはい、それとカエルの両立を目指していとでする、はいどそ,す <laughs> そして4月からねこんなネクストステージで <laughs> まあ大学院生ということなんでまた新たな入江瀬奈さんが見れるかもしれないね。 はい、ということで、本日のゲスト、えー、東京オリンピックボクシング女子フェザー級金メダリストの。入江聖奈さんに来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。公式ユーチューブにて、見逃し配信中。ホームページからバナーをクリック。これもまた、その全売れないやつに刺さると思いますね。嫌な思い出がすごいよみがえりました。私は読って、嫌、うん、な思い出というか。